1964年生会ビーモンディアルスーパースポーティバ 50ccFB モンディアルはイタリアミラノのオートバイ製造会社1948年にボゼッリ兄弟が設立し1979年に解散後同社のブランドは他社にわたり一度は復活にこぎつけたがその後は裁判管轄に置かれるなどの命運をたどっている ホンダコレクションホール所蔵のモンディアル 125GP 第二次世界大戦以前は配達用三輪バイクを製造していたボゼリ兄弟は戦後本格的なオートバイ生産に着手した1950年代にはロードレース世界選手権で同社のマシンが活躍を見せ延べ6人のチャンピオンを輩出した FB モンディアルは試作段階に止まりこそしたがドゥカテよりも早く デスモドロミック式バルブ機構を開発するなど高い技術力を誇ったが1五十七年シーズン終了後にはジレラやモトグッチなど他のイタリア系メーカーともども販売不振やコスト増大が問題となりレースからの撤退を決断したしかし当時の高い技術力は世界が認めるもので1五十七年本田ダ総一郎は世界で戦う競争力を得るため イタリア貴族を通じて 125cc や 250cc クラスでタイトルを獲得しながら、同年をもって世界選手権からの撤退を決めていた FB モンディアルのレースバイクを譲り受け、これを研究、テストを重ねた逸話も残っている。このオートバイは現在、ホンダのツインリンクモテギにあるコレクションホールに展示されている。その後1979年に会社は一度解散する。 1999年、若かりし頃バイクに熱中していたイタリア出版界の大物であるラストラ社のロベルト・ジレッティは、ボゼッリ兄弟の親族から FB モンディアルの権利を買い取り、巧妙なバイクメーカーを所有する夢を叶えた。彼は2000年、ホンダ VTR1000SP-1-2 のエンジン融通を受けたピエガを発表した。基本的に、 エンジン単体等での他社への供給をしないホンダも、かつて自社の GP マシン開発のために、FB モンディアルのマシンを譲り受けた、前述の経緯から協力的だったと言われている。父の死去に伴い、ロベルトがラストラ社を継ぎ、PS 版など印刷機材事業を三菱科学から譲渡を受けると、FB モンディアルにかまけていられなくなってしまった。すでに1100万ユーロ以上を同事業に注ぎ込んで、 いたが、これを、スイスの企業に運営委託させようとして失敗し、2004年7月には、アルコレの工場は35台のピエガと共に、モンツァの破産裁判所に差し押さえられた。アメリカ合衆国のアンドリュー・ライトは、2005年2月28日に、裁判所を通じて、FB モンディアル買収に動いていたと、インタビューで答えたが、7月27日には別の、買い手が落札した。 アンドリューは異議を申し立てが、党の本人が密輸、詐欺などの容疑で有罪宣告を受け、2006年12月に逃亡するなど、FB モンディアルの権利をめぐる状況は混沌としている。ありがとうございます。